はい、じゃあ今回このタイトルの論文を文の文献紹介を鈴木がさせていただきます。はい、まず今回紹介する文献の情報です。はい、ではまずアブストラクトです。発話選択において対話行為情報を追加することの有用性に関する研究です。セックトゥセックエンコーダーデコーダーモデルや階層的エンコーダーデコーダーモデルなどのモデルに関係なく性能が向上することを確認しました。また階層的エンコーダーを利用した新しいモデルを構築し、そちらも提案しています。またデイリーダイアログデータセットにおいて MRR で約 84.4% を達成し、ベースラインより優れた予測は2つの方法で定式化可能だというふうに筆者らは述べています。1つが純粋な発話の生成、もう1つが発話候補からの選択です。本論文では発話候補からの選択の方を使用していきます。発話選択タスクのモデルは2種類あります。1つがセックトゥセックモデルなどの生成モデルです。こちらは与えられた文脈から応答を生成するというモデルです。もう一つがシャムモデルなどの識別モデルで、こちらが文脈から適切不適切な応答を識別して学習していくモデルです。また対話行為というものは話し手の意図を表す抽象的概念のことです。ワーク対話固有の階層構造、それぞれの長所を組み合わせた新モデルの提案、対話行為情報の有用性について、モデルそのものが有効な対話行為を学習するか、対話行為が統一性をもたらしているか、対話行為はモデルが正しいパターンの学習を補助しているかという観点から考察しているもの、そしてデイリーダイアログデータセットを発話選択タスクに合わせて修正しました。まず生成モデルについて、今回使用しているモデルについて説明します。まず生成モデル1つ目がエンコーダーデコーダーモデルです。こちらはまあ普通のエンコーダーデコーダーモデルで、エンコーダーで発話をしてエンコーダーの依存関係を取得するためにエンコーダーデコーダーモデルを階層的に拡張したものになります。次に EDDA モデルで、これは対話行為情報を使用するためにエンコーダーデコーダーモデルを拡張したものです。そしてもう一つが HREDDA モデルで、こちらも EDDA モデルみたいに対話行為情報を使用するために HRED モデルを拡張したものになります。次に識別モデル、今回使用したものの説明です。まず1つ目がシャムモデルです。文脈エンコーダーと発話エンコーダーの出力間の距離を誤差として学習していく識別モデルになります。で次に、HSHAMS モデル、階層的シャムモデルです。これまあ、先ほどと同じ感じで DNA エコーダーから対話行為情報を取得した SHAM モデルの拡張版になります。そして HSHAMDA モデルが提案手法、今回提案筆者らが提案した新しい手法になります。詳細をこれから説明していきます。はい、提案手法についてHSHAMDA モデルについての説明です。 HSHAMDA モデルは3つのエンコーダーを持っています。1つ目が階層エンコーダーで、こちらが発話間の依存関係を捉える役割を持っています。そして次に発話エンコーダーで、広報応答表現、発話表現を取得する役割を持っています。そして最後に DA エンコーダーで、発話と対話行為間の依存関係を捉えていきます。階層エンコーダーが広報応答を出力に関連付けていきます。そして、学習においては正と負の例を含む全てのラベル付き会話のクロスエントロピーを最小化することでトレーニングしていきます。そしてテストにおいては広報応答から精霊をより高いランクに割り当てられるかどうかでテストを行っていきました。
今回使用したデータセットの説明です。デイリーダイアログデータセットは対話行為で注釈をつけられた唯一のデータセットです。対話行為は4つに分類されています。1つがインフォーム、何かしらの情報提供、2つ目がクエスチョン、質問になります。3つ目がディレクティブ、で本論文では、このままのデータセットに、さらに、2通りの変更を加えて、使用しています。まず生成モデルで使用する場合は、文脈を構成する3つの発話と応答の発話、計4発話ずつに分けてトレーニングしていきます。データ総数は、最終的にトレーニングデータが、3515データ数で、テストデータが2849、バリデーションデータが2695になります。で次に識別モデルにおいては、生成モデルと違って、フレームを学習する必要があるので、応答発話の部分をランダムな、テストデータから、ランダムな発話に置換することで、フレームを学習するというふうなデータセットになっています。バリデーションデータは生成モデルと同じ数になります。こちらが、そのデータセットの例になります。こちら DA が、付けられている対話行為のラベルですね。4つに分割するというので、ここを例にすると、1234の1つのまとまりと3456で1つのまとまり、5678で1つのまとまりというふうに、必ず B、ボットですね、ボットの発話が最後になるような形で4つずつ、の組み合わせになるようにトレーニングデータは分けられています。はい、そして結果です。今回、評価手法、テストデータでの、セット率の評価手法として MRR と、再現率で評価しています。結果を、まず最初のこの表の結果からで、こちらが、生成モデルで、こっちが、識別モデルの結果です。結果を見ると、ほぼ、対話行為を、追加したものの方が、精度が上がっていることが確認できます。特に、筆者らが提案した手法だと MRR と、再現率で、1番目までで、評価した場合において、一番全ての手法の中で一番高い精度を出しています。はい、で次に、こちらが、階層的シャムモデルと筆者らの提案手法と、相違の、再現率で評価した場合の結果になります。基本的、ほとんどのデータが提案手法の方で、上がって正答率が上がっているということがこちらから分かります。これらの結果から、筆者らはまず、テストデータとモデル出力の両方で、特定のパターンが優位になっているということを確認しました。また、ディレクティブ数は、クエスチョンと混同しやすく曖昧さを持っているということが分かります。これはた何々ですかといった文章で、ディレクティブスだと、提案とか、要求とかになるので、何々してくれませんかなどのハテナマークがつくので混同しやすくなっているというふうに筆者らは述べています。ここで、先ほどの結果から、まず精度が向上しているため、対話この曖昧さを、なるべく減らして対話行為情報によるもので統一性をもたらしたんじゃないかというふうに筆者らは述べています。またこの一連の結果から、この対話行為情報そのものが学習を補助しているというふうに考えました。コンクルージョンです。モデルに関係なく対話行為の情報がパフォーマンスの改善に有効であることを示しました。対話行為情報の階層構造を活用した新しいモデルを提案し、 MRR が 84.8% に改善しました。対話行為情報を含めることで、
統一性がもたらされて曖昧さが排除されることを確認しました。以上で発表を終わりにします。